サッカーファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。青空の下、絶好のコンディションで迎えましたエキシビションをお送りします。セレッソがアビスパを迎えてお送りします。解説は元ヴェルディ川崎監督の松木安太郎さんです。こんにちは、松木です。よろしくお願いします。さあ、間もなくです。さあ、キックオフです。ホームのセレッソ大阪、スターティングイレブンはジルマール、源、川前、稲垣、神田、村田、田島、マノエル、森島、成石、西澤。続いてアウェーのアビスパ福岡、塚本、中込、岩井、魔城、津波、園田、中田、トログリ。ちょっとダイビング気味ですか。今のプレーは軽率ですね。傷んでいます。さあ、アビスパチャンスですね。セットプレーをきっかけに打開したいですね。直接狙いました。キーパーがっちりキャッチ。セレッソの調子はどうでしょう。最近少し疲れ気味ですね。後半の交代時期がポイントになるでしょう。そうですね。フェイント、これはものにしたいチャンス。魔城、源、ファールを取りませんね。素早いプレス、いいパスだ。オノグリオ、クリア。森島、ディフェンダーかわして、この動きは読まれていました。大きく蹴り出しました。西澤、攻めてる時のディフェンスの意識が欲しいですね。なるほど。源、ナイスディフェンス。森島、しかしパスがつながらない。体の使い方がまずいですね。ええ、村田、田尻、大きくクリアした。タッチラインを割りました。アビスパファールです。ブーイングですね。大丈夫でしょうか。さあ、セレッソセットプレーです。これはいいところのフリーキックですよ。マジョール、いい判断ですよ。ディフェンダーの壁は厚かった。アビスパの調子はどうでしょう。今日は体調はいいようでしたが、結果に結びついてほしいものですけどね。ですか。村田、中田、グラウンダーで流した。稲垣、フェイント、両チーム揉み合います。稲垣、波状攻撃か。園田、森島、苦しくなりましたね。追いつけない。ナイスチェック、かろうじてクリア。さあ、速攻か。山下、どこに展開していくのか。ここでシュート、ゴール。山下、ビューティフル。アビスパ先制のゴール。声援鳴り止まず、素晴らしいプレー。さあ、もう一度見てみましょう。イメージ通りですね。ですね。まだ1点じゃないともね。そうですね。アビスパ、今日は攻めてるぞ。前線の選手が積極的でいいムードですよ。なるほど。川前、素早いプレス。さあ、行きましょう。マノエル、ちょっとボール持ちすぎですね。ええ、中盤でボールを回しています。稲垣、リードを広げて終わりたいですね。ですか。ナイスディフェンス。村田、動きがいいですね。届かない。体の使い方がまずいですね。ですね。いい形だ。逆サイドへ展開。届かない。山下、切り替えが早い。フェイント、村田、チャンスをものにできない。ここから早いですよ。長い、奪った。いいボールですよ。津波、セレッソの動きはどうでしょう。動きはあんまり良くないですね。そうですね。ああ、パスをつないでチャンスを伺います。山下、田尻、
チェック厳しい。パスを回してますね。いいボディバランスですよ。チャンスチャンスチャンス。ナイス切り返し。一気に前線へ。ナイスチェック。マノエル、いいパスだ。園田、この動きは読まれていました。スルーパス、スルーパスならず。高い運動能力です。パスに精度が欲しい。これでは 50-50 のプレーだ。華麗なパスワーク。稲垣、ちょっとボール持ちすぎですね。なるほど。トログリオ、一人で持ち込む。グラウンダーで流した。あれ、セレッソは少々飛ばしすぎですかね。確かにこの運動量で最後まで持つか心配ですね。ええ。マノエル、奪った。魔城、波状攻撃か。判断、クリア。園田、大きく前方へフィード。前方から激しいアタックだ。マラドーナ、山下、カジノ、長井、中盤でボールを回しています。西澤、マラドーナ、ここで笛です。前半終了、0-1。アビスパリードで後半に進みます。なんとか反撃したいですね。さあ早く追いついてほしいですね。ですね。アビスパですが、今日はどうでしょうか。オフェンスがいいリズムですね。そうですか、楽しみですね。繋がらない。大きく蹴り出しました。中央突破は難しいですね。源、いい形。マラドーナ、村田、とにかく攻めたいですね。そうですね。どこに展開していく。山下、チェック厳しい。森島、攻撃が真ん中真ん中になってきてますね。なるほど。明らかにミスキックです。本戦です。ベイト、スピードに乗ってドリブル突破。源、素早い。届かない。カジノ、この動きは読まれていました。山下、アビスパの攻撃ですが、はい、どうでしょう。多彩な攻めを見せてくれますね。ええ、グラウンダー、よく反応した。大きくクリアした。これはいけませんね。園田、ブーイングですね。傷んでいます。セットプレーからの攻撃。中田、本戦です。森島、パスを回してますね。ベイト、苦しくなりましたね。柔らかいタップ、シュート、ドッカーン、決まった。森島、やりました。セレッソ同点のゴール。抱き合うイレブン。さて、VTR の用意ができました。いいシュートでしたね。ですか。セレッソのディフェンスはどうでしょう。そうですね、とても集中してます。突破を許しませんね。ですね。追いつけない。長い、フェイント、パンダ、ロングクリア。いや、危なかったですね。長い、奪った。いいパスだ。アビスパ倒してしまいました。今のプレーは軽率ですね。起き上がれません。おっと、イエローカードですね。まあ当然でしょう。セレッソフリーキックです。ここは大事に攻めたいですね。長い、川前、サイドチェンジ。
もうちょっとスピードが欲しいところです。攻めてますね。魔城、守りに入ると押し込まれますよ。そうですね。前方から激しいアタックだ。ディフェンダーの壁は厚かった。さあ行きましょう。スピードに乗った攻撃、さあ突破できるか。西澤動きがいいですね。アビスパ、今日は少々荒っぽいですね。フェアプレーしないといけませんね。マノエ、本戦です。村田、チェック厳しい。山下、かろうじてクリア。ここから早いっすよ。華麗なパスワーク、川前、ワンツー、マラドーナ、ちょっとダイビング気味ですか。今のプレーは軽率ですね。大丈夫でしょうか。アビスパフリーキックです。ここは大事に攻めたいですね。切り替えが早い。この動きは読まれていました。中田、攻撃が真ん中真ん中になってきてますね。ええ、岩井、中盤でボールを回しています。苦しくなりましたね。いい形だ。本戦です。献身的なプレー、いいボディバランスですよ。アビスパのディフェンス、ここまでどうでしょう。いや、危ない場面が目立ちますね。ですか。タッチラインを割りました。これはものにしたいチャンス。グラウンダー、フェイント、川前、コーナーキックです。アビスパ、キッカーはマラドーナ。どこに蹴りますかね。クリア、西澤、つながるのか。ちょっとボール持ちすぎですね。ですね。長い、セレッソ、ファールです。ブーイングですね。起き上がれません。イエローもやむなしか。まあ当然でしょう。セットプレーからの攻撃、これはいけませんね。西澤、今のプレーは軽率ですね。大丈夫でしょうか。イエローカードですか。まあ当然でしょう。さあアビスパセットプレーです。これはいいところフリーキックですよ。ここでヘッド、確実に止めた。グラウンダーで流した。アビスパ倒してしまいました。今のは仕方ないですかね。痛んでいます。わーい、なぜイエローカード。まあ当然でしょう。セレッソフリーキックです。西澤、魔城、村田、魔城、パスをつないでチャンスを伺います。これはものにしたいチャンス。山下、この動きは読まれていました。大きく蹴り出しました。ナルシーゾ、アビスパどうした。決定力不足の悪い癖がまた出てますね。そうですね。体の使い方がまずいですね。なるほど。マラドーナ、さあインジュリータイムです。パスを回してますね。山下、前方から激しいアタックだ。大きくクリアした。園田、さあ行きましょう。長い、いよいよ延長戦突入です。守りに入ってますね。アビスパ、今日は中盤が機能しているようですね。積極的に前方からアタックしているからでしょう。ええ、ちょっとダイビング気味ですか。今のは仕方ないですかね。起き上がれません。アビスパフリーキックです。ここは大事に攻めたいですね。直接狙いました。マノエ、森島、
ナイス切り返し。お、スルーパスならず。いいパスだ。この動きは読まれていました。華麗なパスワーク。判断。森島、チェック厳しい。園田、高い運動能力です。ハンダ、ナルシーズ、ホイッスル、ファールです。今のプレーは軽率ですね。大丈夫でしょうか。おっと、イエローカードですね。まあ当然でしょう。セレッソ、フリーキックです。ここは大事に攻めたいですね。ロングクリア。ここから早いっすよ。森島、ナイスチェック。源、攻めてますね。川前、早い展開です。山下、素早いプレス。セレッソ、体張ってます。イエロー覚悟のプレーが多いっすよ。津波、カジノ、スルーパス。ディフェンダーの壁は厚かった。追いつけない。川前、ナルシーズ、もうちょっとスピードが欲しいところです。カール落ちてクリア。中央突破は難しいですね。山下、パスに精度が欲しい。これでは 50-50 のペーだ。奪った。判断、波状攻撃か。フェイント、森島、スルーパス。献身的なプレー。グリスピードに乗ってドリブル突破。マラドーナ、パスミスか。中盤でボールを回しています。マノエル、上です。すぐに延長後半へ。アビスパ、今日は月がないのか。前線にいいボールが出ませんね。ですね。トログリオ、前方から激しいアタックだ。さあ行きましょう。スピードに乗ってドリブル突破。いい形だ。マジョー、速い展開。フェイント、アビスパ、ファールです。もったいないっすね。痛んでいます。デンジャラスプレー。これではレッドもやむなしでしょう。苦しくなりましたね。セレッソ、フリーキックです。ここは大事に攻めたいですね。直接狙いました。スコーンと決まった。ナルシー、ナイスゲット。セレッソ、決めました。 V ゴール。目頭に熱いものが。スロー VTR で見てみましょう。ナルシーズ、落ち着いて決めましたね。そうですね。セレッソ、勝負強さを見せてくれました。一言、素晴らしいマッチでした。時間もなくなってきました。最後に一言お願いします。いや、楽しませてもらいました。これからも良いゲームを期待したいですね。なるほど。実況はジョン・カビラがお伝えしました。それでは皆さん、次の試合でお会いしましょう。こんにちは、ホリューです。今日行われたエキシビションマッチ、まさに手に汗握る一戦でした。セレッソ長丁場ではありましたが、最後はピシッと V ゴールで勝利をものにしました。さすがに役者揃い、見せてくれます。おやすみなさい。